私の強みはやりきる力かなというふうに考えております。違う環境にいた時にパフォーマンスが出ないんじゃないかっていう懸念点があるんですけど、はい、私もそれはあるなと思ってて、かなりハイレベルですね。逆に何が苦手なんですか？確かに。どうも、シェンです。こんにちは。内定の登竜門という企画なんですけども、実際の就活生が自己 PR をして、大人3名の方が一緒に働きたいと思うかどうかっていうところを判断いただけたらなと思ってます。世界一お金の道場で YouTube やってます。南と申します。人材会社と投資をしています。高野と言います。人事コンサルティング会社の代表をしております。そうと申します。独協大学英語学科休学しております。高橋鈴鹿と言います。今、新代理でインターンしてます。今の就活の状況とかを簡単に伺ってもいいですか？はい、まだ何もやっていなくて、11月に新大理のインターンを休みするので2年を卒として就活始めようかなというような状況です。早速、はい、1分間で自己 PR お願いします。私の強みはやりきる力かなというふうに考えております。で、それを発揮したインターンの話を少ししていただいた後に、その後にその中で特にやりきった経験をお話しさせていただきます。で、1個目のそのインターンなんですけれども、入社して今1年ぐらいなんですけれども、その中で、まあ、合計100本以上の動画を作ってきて、そこに出てくれる名前出しと顔出しで出てくれる就活生のキャスティングっていうところも40名から50名ぐらいしていきました。で、登録者というところでいくと6万人から11万人で約5万人の伸びを達成して、就活界隈ではナンバーワンの登録者というところにを達成いたしました。で、一番やりきった経験が、入社して5ヶ月ぐらいで一人でシリーズものの企画をやった経験なんですけども、解禁前の4日間で7本の動画を出して、でこの7本で就活の基礎からその面接とか ES 対策とか自己分析とか全部網羅する結構やるんですけれども、この1本1本の企画とキャスティングと動画の構成を考えてから公開というところまで全部一人でやりきりました。もうキャスティングに特にこだわっていて、20名ぐらいの就活生と面談して、その中から1人選んで出演してもらったんですけど、そのキャスティングが成功して、その子のおかげと、あと動画の構成とかもあるんですけれども、視聴回数でいうとその7本合計で10万回以上達成していて、1本あたり50人ぐらい伸びればいいなっていうところを、その7本合計約500人ぐらいの登録者増加を達成いたしました。これらのことから私の強みはやりきる力かなというふうに考えております。皆さんから簡単に質疑応答という形でいろいろお聞きしていただけたらなと思ってます。まあ、再生数10万回っていう話があったんですけど、はい、再生数ってあくまでも手段でしかなくて、はい、その先にどんな目的とかどんな目標とかがあったのかっていうのを、あとなぜ取り組んだのかっていう部分を教えてください。はい、なぜ取り組んだのかで言うと、なんか私の周りにも就活解禁したはいいけど何をすればいいか分かんないであったりとか、一から説明してくれる動画を作ってほしいなっていうのが就活生にヒアリングする中であったので、その課題を解決したいなと思って、あと就活生に寄り添いたいなと思ってこの企画を考えました。なぜ就活に寄り添いたいと思ったんですか？就活に寄り添いたいなと思ったのは、私の場合もそうだったんですけど、一人でやってて追い込んじゃうんですよね。何回も落ちたりして、すごい気持ちがブルーになっちゃったりとかしちゃう中で、 YouTube で一緒にやってる仲間っていう感じで頑張れたらいいなと思って寄り添いたいなと思いました。 YouTube って要素がたくさんあると思うんですけど、はい、自分が担当した範囲というか、どの辺を特にやられてたんですか？担当した範囲で言うと、編集以外全部になります。どんな就活生に出てもらうかなっていうところから、就活予備校だったので教えてもらう大人の方も必要だったので、大人の方を自分でキャスティングしたりとか、動画の中の MC も自分でやったり、編集者さんとやり取りしながら動画作っていくんですけど、そのやり取りとかも全部やって、でサムネイルも作ってくれる人がいるんですけど、その人にどういうのを作ってほしいっていうのをやり取りも全部自分でやりました。ちなみにいつもそんな元気なんですか？動画回ってたり人と話したりするときは元気にしようと思ってるんですけど、いつもこんな元気じゃないかもしれないです。まあやったことを結果は素晴らしいと思うんですけど、一番こう苦労したこととか大変だったことっていうところがあれば教えていただきたいんですけど。一番苦労したところで言うと、ちょっと就活予備校の話ではないんですけど、インターン新しく後輩が 2,3 人ぐらいいて、その育成がすごく大変でした。自分のことを自分一人でいろいろやりきるのは得意なんですけど、後輩の面倒を見てあげたりとか、他のことまでに気を回す余裕がなかったりとかで少し大変だったなっていうことがあります。具体的にその後輩に対してのその育成だったりサポートっていうのはどんなことをされたんですか？育成サポートは、まあ、撮影準備を教えたりとか、はい、動画を編集さんにお願いして、カットとテロップっていうのがあって、どういうところをチェックするのかなっていうところとか、どういうふうにキャスティングするよとか全部教えるんですけど、その時間を取れなかったりとか、自分に余裕がなくて、その指導がちょっと少し荒くなっちゃったりっていうことがありました。具体的なエピソードがあれば教えていただきたいんですけど、事件というほどでもないんですけど、はい、私が片手間で少し教えちゃってた時に、なんかそういうのあんまり良くないよって言われたりとか、
とか、あともう一人私と、まあ、同期の子がいるんですけど、その子は逆に私よりすごい丁寧に教えていて、まあ、後輩から私が感じるには私よりもっと慕われてたなと思って、まあ、少し残念だなって思っちゃうようなことはありましたね。それからなんか行動を変えたことってあったりするんですか？変えました、はい、指導の時も片手間でやるんじゃなくて必ず30分ぐらい時間空けてもらって毎回ズームをして教えるようにしたりとか、あとはその1日の予定の中で自分の予定しか入れてなかったんですけど、そこであの後輩と話す時間とか指導する時間っていうのを設けて、その時間は自分の作業しないっていう風にして、その指導に徹底するようになりました。今のいろいろ聞いてると一人で数字成果が残せますって話だと思うんですけど、はい、だったらもう一人で今後も生きていくということで別に誰かと一緒に働きたいとは思ってないという感じなんでしょうか？あ、誰かと一緒に働きたいですね。それはなぜでしょうか？そもそもこの仕事も編集者さんとかサムネ作ってくれてる人とか撮影準備とか企画書を確認してもらったりとかする時間を後輩にやってもらってるので、それをやることでなんかもっと自分一人でやるより大きな成果が出せるなってこのインターンですごい実感してるので、一人じゃなくていろんな人の力を借りながらこれからも働いていきたいなと思ってます。逆に何が苦手なんですか？確かに苦手っていうかダメなところで言うと気持ちの上下が激しいっていうところとあと認めてほしいっていうところですね。頑張ってるねとかそういう言葉をかけてくれないとちょっとモチベーションが下がっちゃうなっていうのが自分のダメなところ。自己分析できてていいですね。逆にその言葉をかけられるとめちゃめちゃ頑張れますね。ヒュンダイアリーでのインターン以外のところでは、はい、同じような力が発揮できたところってあったりするんですか？いや、そこも私の欠点で、逆にそれ以外の経験だとこれまでやりきれてなかったんですよね。ヒュンダイアリー始める前塾とあと学生の団体やってたんですけど、それもやりきれなくて途中でやめちゃってるんですね。ヒュンダイアリーで初めてやりきれる経験っていう感じだったので、その他ではあんまりやりきれた経験は少ないかなと思います。それ何が違いがあったんですかね？それで言うと一緒にやる仲間が違かったかなと思っていて、塾だと同期がいなくて一人で頑張らなきゃいけないっていう時にあんまり頑張れなかったっていうのがあって、逆にシンダイアリーはみんな会社伸ばしたいと思って本気で働いてるので、私も頑張るしかないなとか頑張れてるのが大きな違いかなって思いますね。仲間でも相性があったんだと思うんですけど、どういったところがこの人たちとだったら一緒にやっていきたいなって思ったポイントなんですか？いや、すごい抽象的なんですけど、みんな本気で頑張ってるっていうところですね。本気で会社伸ばしたいと思って本気で頑張ってるのが一緒に仕事する中でもすごい伝わってきたりとか、あとはみんな優しい、人の気持ちを考えられるっていうところで、社内のスラックに日向口っていうのがあるんですけど、そこでなんか周りの人が頑張ってたらつぶやくみたいなところがあるんですけど、そこでなんか自分だけがのし上がろうとか自分だけいい成果伸ばせばいいじゃなくて、なんかみんなで協力してみんなで頑張っていこうっていうような、その人柄も自分にすごい合ってるなと思います。日向口って陰口じゃない？あ、そう、逆です。いいことを言うチャンネルです。リスクとしてはやっぱりシュンダイアリーとマッチングしてると思うんですけど、はい、違う環境に行った時にパフォーマンスが出ないんじゃないかっていう懸念点があるんですけど、はい、そこはどう思ってますか？いや、私もそれはあるなと思ってて、ただ本当に共感できる理念とかそこに向かって一生懸命頑張ってる仲間がいるっていう要素があれば、そこで自分も頑張れるなっていうシュンダイアリーの経験もあって確信してるので、そういうところを探して受けようかなと思ってます。ちなみにそんなにめちゃめちゃ熱量が高くて、はい、もう死ぬ気で働いてますみたいな組織ってあんまないんですよ、はい、多分少ないかもしれないですけど、なんか私がこれまでいろんな会社の人と話していく中で、あ、本気で頑張ってるなとか、こういう人たちと一緒に働きたいなって思える会社はいくつかあったので。あるんですか？あるはあるっていうふうに考えてます。そのまま入っちゃえばいいような気もするんですけどね。それで言うとまだ就活してなくて他の企業いろいろ見てないくて、はい、信頼率っていう選択肢しか知らないので、もうちょっといろいろ見てみてから決めようかなと思ってますね。どんな順番で11月から就活しようと思ってますか？今やってることメディアなんですけど、楽しいなって思ってるので、媒体はテレビとか本とか YouTube とかいろいろあると思うんですけど、でその中からまだ決めきれてないんですけど、はい、情報発信していくような業界がいいなと思ってます。どういったところが楽しいなって思えてるポイントなんですか？私人が好きで、これまでもテレビとかでいろんな人見て感化されて自分の人生変わってきたなと思ってるので、考え方に共感したりとか働いてる姿がかっこいいなと思う人に密着させてもらってるんですけど、そういう人に密着して動画として世に出すことで就活生のこれから頑張ろうっていうような励みになったりとか、あの子が頑張ってるんだったらこの私も頑張ろうかなとか、あの人みたいになりたいっていうような気持ちを起こさせてるのが自分の中でやりがいだし楽しいなって思うところですね。かっこいいなって思う人の中ってなんか共通点ってあったりしますか？
かっこいいなって思う人で言うと、やっぱり仕事に命かけてるじゃないですけど、本気で頑張ってる人で、具体例で言うと、日経テレ東って YouTube やられてる高橋さんっていうプロデューサーに密着させてもらったんですけど、朝から晩まで働いてて、本当に視聴者にどういうことを伝えたいかとか、思いとかがすごい強くて、それを達成するために本気で頑張ってる人はかっこいいなって思うし、ああいう人みたいになりたいなって思いますね。ちょっと難しい質問なんですけど、はい、本気で頑張ってるとか、なんか命かけてるみたいなのがキーワードかもしれないと思ったんですけど、はい、なんでそこに惹かれるんだと思いますか？私が多分それをするのが好きだし、やっぱりみんな仕事あんまり楽しくないなとか、いろいろ不満を持って働いてる人とか、不満を持って生きてる人が多いと思うんですけど、不満を言うんじゃなくて、自分のやりたいことに本気で頑張ってるっていうのがかっこいいなって思います。過去の経験です、きっかけとか背景にあるものとか思い当たるものってありますかね？今ちょっと思い当たったのが、私独居大学っていう大学で、まあ、そこまで頭もいいわけじゃなくて、人生諦めてるというか、就活も別にまあいいとこ行けないでしょうとか、そんなに頑張って何になるのみたいな感じの人が周りに結構多かったんですね。だから私学生団体やったんですけど、なんか頑張ってるのもかっこ悪いみたいな感じで、そういう人が多い中で、でもなんか私はいろいろ頑張ってて、他にもう一人いたんですけど、頑張ってる仲間がいて、いろいろ言う前に行動を起こしてる人の方がかっこいいんじゃないかなとか、そういうことをぐずぐず言わずに頑張ってる人、すごいかっこいいなって思ったのがあるかもしれないですね。結果発表とフィードバックの方に移れたらなと思ってます。せーので札の方を皆さんお願いします。いきます、せーの。でもちょっと面談からで、どこがダメだったのか、うん、フィードバックも聞きたいですね。いい面と改善すべき点をフィードバックしていきます。いい点はまず落ち着いてますよね。その時点で離れしてるイコール努力の証が感じられるんです。なんで嘘じゃない努力の成果が見えたので、ベリグッド。さらにはまあ、意図的だと思うんですけど、数字を使って説明してくれるってこと、意図的だと思うんですけど、もう何も言い返せないですよ、こっちは。100人とか、まあ、4、50人とか、ね、5万人の伸びとか、ナンバーワン10万再生とか。一方で、情報量が多すぎる。これ絞った方がいいです。面接官って1日に10人とか15人とか見てるので、お腹いっぱいなんですね。食べられないんですよ、そのくらい。なんで、はい、これ食べてくださいっていうふうに、ちょうどいい量にしてあげるのがすごく大事で。あと、いいなと思った点は、やっぱり欠点がはっきり言語化できるのがいいなと思ういましたんで、逆に隠す人結構いるんですけど、もう表に出していい面もあります、一方で改善すべき点もありますというようなことがはっきりと言語されていていいと思いました。具体的なエピソード の密着した時に、こういうかっこいい男がいてっていう話が分かりやすかったです。さらには改善すべき点としてはですね、最初の自己紹介が 長いっていうのもあるし、長いし足りてない、足りてないっていう意味で言うと、取り組んだ理由とか、なぜそれをやろうと思ったのかとか、苦労したエピソードとか、そういうなんか具体的なエピソードが欲しいんですよ。それも入れすぎるとお腹いっぱいになっちゃうので、冒頭の掴みの部分だけ話す。で、食いつかせ、そして質問させるっていうことがすごく大事だと思います。結構やっぱ一人の話が多かったので、後輩とどういうふうに協業したのかっていう、その人とのつながりの部分で、どういう工夫がして、どういう成果が起きたのか。動画の10万再生って言ったのはすごいあるので、それが再現性があるかっていう意味で言うと、再現性を見るために、後輩との日々の取り組みでどういう点を工夫したのかっていうのがもっと欲しい。あと最後は、なんで起業せずにこの道を行くのかっていうのが、検討されないのがちょっと違和感があった。以上です。このレベルでまず元気が良くて明るい人がいない。いないです。その通り、その通り、その通り。そうなんだ。いないです。レベル感がだいぶ突き抜けてる。どのあたりがレベル高いですか？返した時に笑顔で返してくるんですよね。これがなかなかできない。できないです。できないです。先天的なのか努力されたのか分かんないんですけど、結構恐ろしいレベルで人から好意的な印象を。結構突き抜けてるかなと私は思いました。で、感じの良さとかコミュニケーション力でこう突破できるんで、話の中身の部分とかはちょっと頭には残らない感じになるんですよね。それがダメとも全然思わないんですけれども、まあ、そういう特徴があるって感じですかね。能力面とかは2人のことに賛成で、そういった意味で別にマイナスポイントをつけたわけではなくてですね、やっぱモチベーションリソースが周りの人の本気さに触れてとか尊敬できる人がいるかとか、
みたいな話だったので受け止めきれるかなっていうのを感じたっていうのが、彼女が例えば入ってきた時に表面的にね、そんなガツガツ出さない人もいるじゃないですか、本気度みたいなものっていうの、それを例えば見て、あ、この人たちは関係ないみたいなね、一感みたいな、もしかしたらその人たちも実はなんかね、やろうとしてたって、まあ、受け止めきれるかなっていうのはうちの組織とかに入ってきて、そういう周りを見てどんなふうに思うかな、だから寝ながらっていうふうに言ってるのはそういうのを見てほしいって思ったんですね。面接のフィードバックでいうと、やりきる力っていうのをテーマにお話しされたじゃないですか。でやりきる力ってポイントは程度だと思うんですよ。どれくらいやりきったか、ハードルがあったりとか壁があって、それをどれくらい乗り切るかってところで、それすごい知りたかったんですけど、やった結果ですごかったっていうのもあるんですけど、追い風でね、すごい順風満帆にいってこういう結果が出たかもしれないし、でもやりきる力っていうからには次から次へと問題が発生して、それをこうやっつけながら折れそうになりながらも頑張ったみたいなことかなと思ったんで、まあ黒話をちょっと聞きたかったっていうのは、そういう程度を測りたかったっていうですね、ことでございます。次に、後輩に対しての指導をされてたと思うんですけど、ここですごく気になったのが多用されてた教わることなんですね。こうすればいいんだよっていう風に教えたとか、どうすればいいよっていう風に言ったって言ったんですけど、これもアドバイスのレベルを聞きたいと思ったら、本当面接で時間に対してすごいあったらもっと聞くんですけど、どういう風にすればいいって例えば教えたのとか、だんだんとけぐらいの雑な教え方してたとか、そんな細かいところでね、結構教えるようなアドバイスをしてたんだと、後輩の面倒見たんだとかっていう風に、なんかそこを感じたいと思うんですけど、結構これ面接教わる言葉で終わる人多いんですよね。今回、まあ、1回突っ込んだだけだと、出てこなかったっていうですね、ところっていうのは、まあ、ちょっと聞きたかったところかなというふうに、思いました。最後モチベーションリソースのところで、人が大事で本気が大事だっていうところがあったと思うんですけど、人が好き、共感できる人がいい、かっこいいと思う人がいい、それってなんかいいと思う人がいいっていう相互反復話だったりとかするので、いやそれってどんな人が好きなのか、それ聞きたいじゃないですか。それによってはうちと合うなとか合わないなって面接官って判断するので、そこは最初から言っといた方がいいなというふうに思いました。本気で頑張ってるっていうことが好きだっていうこと自体は本気だっていうのは雰囲気で伝わってくるし、なんとなく分かるんですけど、やっぱり面接官の特徴としては本当の本当の本当にそれ本当っていうのを聞きたいので、そしたら大学でのエピソードってあれすごい良かったですけど、そういうちょっとこう悔しいというか我みたいなものがあったから、今こう本気で頑張ってる人と触れ合ってすごいモチベーションが出たから、でその言ってることが本気だってことがよく分かったんですよね。その思いに至るようになった背景のきっかけとか、聞かれなくてももしかしたら言った方が自己 PR っていう意味で言うといいかもしれません。どうですか？感想としてはあんまりうまく話せなかったなっていうのと、あとそのうまく話せなかったからこそいろいろ改善点が見つかったのでよかったなっていう感じです。今後に生かしていきます。嬉しかったのはめちゃめちゃ嬉しかったです。あんまりその内定とかさ言われることないのでマッチングなので、お互い合うか合わないかってあるので、そこはあくまでもマッチングでしかない。合う合わないがすごいある感じの方だっていうのが、そうです、その通りです、ね、その通りです。めちゃめちゃ行き急いでそうな方なので、スピード感がない会社からするとうちだと受け止められないなっては思う。その通り、その通り。皆さんの SNS や会社のホームページは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックと登録もお願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。